皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではね、いろんなパズルを紹介してますので、気になるものがあったらぜひチャレンジしてみてください。と言っても今回紹介するのはパズルじゃないんですけど、今回紹介するのはこれ、52トイズさんの MB22 キリンです。これね、めちゃめちゃすごい。52トイズさんの、ビーストボックスシリーズですね。こういろんな動物がね、キューブ型になるタイプのフィギュアなんですけど、それのね、新しい作品、キリン。これね、日本まだ未発売なんですよ、正式発売が。ただ、今、ビーストボックスシリーズ、渋谷のパルコでね、ポップアップストアをやってて、そこでこれね、先行販売してたので手に入れました。で、そのポップアップストアが確かね、4月の24日までやってるのかな。なので、手に入れたい方は急いでそこに行ってください。これがね、キリンがまたすごい。で、これはね、実は52トイズさんとデザイナーの方が、坪島祐希さんっていう方デザインのもので、坪島祐希さんってですね、僕のチャンネルでも前紹介しましたけど、これですね。メガボックスのチャイニーズドラゴン。これもデザインした方なので、今回第2弾ということになるんですけどね。もうめちゃめちゃすごいです。で、坪島祐希さんって、精密なね、細かい金属の可変するフィギュアを作ってる方で、ものすごいんですよ。で、どんな作品作ってるかは YouTube があったんで、概要欄にリンク貼っておきます。このくらいの小さいね、精密なカエルがセミに変形するとかね、ものすごく素晴らしい作品を作ってる方なんですけど、で、やっぱりその方のアートなんで、結構ね、小さくて細かくて結構お値段もすると。で、これはその坪島祐希さんの作品が、このプラスチックですけどね、この価格でだいたいこれが3,000-4,000円ぐらいかな、で購入できると。もう造形が本当に素晴らしいんで、ぜひぜひおすすめ。とりあえず開けていきましょう。箱もね、めちゃめちゃかっこいいんですけどね。ということで、52トイズ MB22 キリン開けてみるとこんな感じ。もうめちゃめちゃすごい、造形が綺麗、もう素晴らしいですね、このフォルムで。相当いろんなとこ動きます。足もこの関節も、で口もここも開くし、角も動くし、首もこういう風に動くと。で、このね、クリアパーツがポイントで使われてて、前のね、チャイニーズドラゴンもこうクリアパーツがポイントで使われてるの、それと同じようなデザインで、やっぱり同じ方がデザインしてるっていう雰囲気がありますね。で、今回のキリンはね、よりブラッシュアップされているというか、細かいところが本当にね、よくできてます。尻尾もね、かっこいい。で、こういう風に立つんですけど、例えば馬型だとこういうね、キリンなんですけどね、要は動物園にいるキリンじゃなくて、伝説上の生き物のキリンの方、もうめちゃめちゃいい。で、こう片足立たせたり、尻尾もね、ちょっと支えにしてこうやると、こうね、かっこいい感じになります。もう本当にね、ずっと見てたいぐらい素晴らしい造形で、内容物はこのキリンと、あとこれね、キューブ型にするのの解説の手順が載ってる冊子で、あとはこのボックスですね。要はこのボックスにね、キューブ型にしっかり収まってこれが入ります。この段階でまず信じられないんですけど、本当に綺麗にキューブ型に収まります。この有機的なデザインが、このデザインが本当に秀逸、本当に素晴らしい。で、今回ね、これがね、手順がね、長くて34ステップ。前のチャイニーズドラゴンが26ステップだったんで、それよりも 1.5 倍手数が多くなって、で本当に綺麗にキューブ型に収まるんでね、今回はですから、そのキューブ型に収まる工程をね、中心に解説していきます。さあ、それでは MB22 キリンをこのね、ボックスに収まるキューブ型にしていきます。もう本当に説明書見ないでやると、どこがどうなるのか全くわからないんですけどね。まずはこの胸、ここはパカッと開きます。で、こう両側がこういう風にね、広がる。で、この時に、これ後でもいいんですけど、この肩かな、肩の両側のクリアパーツをこう上げておくと。で、次首ですね。
首がね、ここのところを折っといて、で、ここにね、まあ、こういう C 字でくっついてるので、ここを外します。もう細かい、本当に細かい。こういう風にね、外れる。で、この首の方ね、お、よいしょ。こういう風にして、さらにこの、縦紙の部分が、こういう風にね、取れます。で、ここまっすぐにするんですけど、その時に角をね、こっち側に畳んでおく。で、首をここまで持っていって、こう、こことラインをまっすぐにするんですけど、その時にこれね、これこことつながっていたピンなので、これは中に入れておきます。で、ここを首と一緒にまっすぐにすると。こうね。で、この時に、この角はこの中に入るので、まあ、こういう風にね、入れておいて、さらに、ここ曲げておくと、まあ、一応ここまっすぐにしておきます。でこういう風に、ね、なるんですけど、まあ、でここは置いといて、で説明書だと先に尻尾広げる感じなんですけど、尻尾広げるの多分後の方がいいので、これは尻尾はこのままにしておいて、ここですね、このね、体がこう180度上に反転します。細かい。で、先にこっちの首の方。首をね、こう下に持っていって、で、ここを90度、こっちに曲げておきます。で、ここにぴったり、まあ、こういう風にね、収まるんですけど、よいしょ。こうね。で、そうしたら、この前足の方。ここにピンがあって、ここに受けがあるので、ここでこういう風にね、ピンを入れておきます。こうで、そしたらこの前のところをこう閉じると。で、そうすると前側がこういう風になりますね。で、これは最後なんで置いときます。で、次この下半身、ひっくり返ってる下半身、まずこのね、後ろ足のひづめのところをこう内側にこういう感じで、関節を使って全部畳みます。よいしょ。こうね。で、そうしたら、この下半身のここが半分に割れるので、こういう感じ。で、このまま前に行きます。こういうふうにね、ヒンジで。よ。で、このボディとこのところにピンがあるんで穴に入るんですけど、ここ結構、まあ、個体差なのかわからないですけど結構硬かったですね。ただ実際にはここピンを入れなくてもキューブ型には収まるんで、まあ、ここはそんなに気にしなくても大丈夫かなと。で、そうしたらこの後ろ足をこうね、この辺まで入れます。こういう感じ。前から見るとこの隙間に後ろ足の蹄が入ってる感じね。で、そうしたらこのクリアパーツを、でね、先にこの黒いパーツも位置があるんで、この黒いパーツはこういう風にね、ここに平らになるわけですね。こういう風にこう。で、この赤いパーツをこの中に入れますよ。こうするとね、なんとなくこの辺が四角っぽくなると。こうで、そうしたら次前足、前足はこのままこう90度に折って、で、ここにね、小さい出っ張りがあって、ここに穴があるので、ここを1で合わせます。さらにこの前足のこの後ろに小さいピンがあるので、ここがここに穴があるので、そこと噛み合います。なのでここに刺してからこっち合わせるといいですね。こうピンで止まりますよ。で、前足の蹄はここに畳んでおくと。
なのでこっち側も同じようにまず90度に曲げて、こことここを合わせて、でこの下のピンもここに入れておくと。そうするともうなんとなくキューブっぽくなる。あとはこのね、たてがみと尻尾で、まず尻尾をこうやって上まで持ってきて、で広げます。ここね、キリンの状態のここくっついてるので、これをまず分けて、まあこういう風に展開するわけですね。で、あ、間違った。これね、先に展開してからこれを曲げないといけないんだな。こう展開して、これね、こう広がる。こっち側に。なので、まあこういう感じになりますね。で、こうしたら、この上にこういう風に持っていって、この赤い部分が上にこうかぶさります。その時にこのピンと、あとここにもピンがあるので、この2個のピンがうまく上の穴に入るように位置を合わせておきます。よいしょ、こうね。でこれが左右にあるんで、こっち側もこのピンがここに入るように調整しておくと。よいしょ、こうね、よいしょ、うまく入るようにするとこうね収まると。でこの時に、まあ、このクリアパーツはだいたいこの辺の位置ですね。ここに多分ねちょっと出っ張りがあるので、そしてこの割れ目が合うような位置かな。こうで、さらにこの黄土色のパーツをこういう風に前に持ってくると、そうするとここもね面ができるわけです。こうで、あとはこれを畳むんですけど、その前にこの縦紙の部分を上げて、でこの縦紙が割れるんですよ。真ん中でパカッと割る。これ結構しっかりねはまってるんで、よっと爪とか入れてもらうといいかな。こうね割れる、割れて、最後にこれを畳むんですけど、ここに小さいピンがあって、ここに穴があるので、これをね合わせるわけですね。本当に細かいよ。そうするとこれでもう見事なキューブ型になります。もうあれだけ非常に生物っぽかったキリンがこんな見事なキューブに収まるわけですね。そしてもちろんこのねボックスにしっかり入ると、もう本当に素晴らしい。でせっかくなのでね、一作目のチャイニーズドラゴンと比べてみるとこういう感じですね。いやチャイニーズドラゴンの方もすごいんですけど、本当に今回のキリンの方が密度感というか、あの情報量が本当に多い。まあ10ステップぐらいこっちの方がもちろん多いんでね、複雑なんですけど、いやーこのブラッシュアップされた感じというか、進化した感じというかね、もう素晴らしい。ただもちろんどっちもすごいですけどね、すごい。まあぜひ第3作目4作目とかもね、こういうのをね期待しております。でまあ早速ね元にも戻していきましょう。でキューブ型からねキリン型に戻すのはまあそんなに難しくはないかな。どちらかというとこっちの方が分かりやすいかなという感じです。まあとりあえずねこれをまず外して、よいしょ、でここも前も外すと、このね尻尾がこの側になるっていうこの辺も本当に素晴らしい。でこれを外して、あ、先にね縦紙を畳んで、こっちにどうしてでこっちにどかしておくと。でこうね、でこのまま広げといてもいいし、まあこの段階で先に尻尾を作っちゃってもいいかなと思います。こういう感じね。でこの尻尾、ここはぴったりとねピンでくっつきます。でこういう感じで、先にこの前足をこの両側のピンを外して、
こうね、前に出す。で、次に、ここね、このクリアパーツを一度こういう風に出しておいて、で、後ろ足もこうね、上げて、よっと。で、伸ばす。よっと。で、こっち側も伸ばす。よいしょ。こうね。で、後ろのボディをこうヒンジで伸ばすんですけど、その時にここにね、ピンがあって、この尻尾の付け根のところに穴があるので、このピンと穴がうまく合うように入れておきます。こうね。よっと。で、しっかり噛み合わせ。で、あとはこのゴールドのパーツ、正面のゴールドのパーツを一度開けて、このピンを外して、前足をちょっと広げておく。で、そしたら首をこう前に持っていって、で、その段階でこの下半身を180度下に持ってくると。まあ、この辺までいくとね、あとはだいたい体ね、あの形を整えていくような感じですね。で、あと首か。首がね、ちょっと複雑なんですけどね。よいしょ。こう。で、この首をまた畳んでいくんですけど、ここをね、こう、畳むんですが、その時に最初に出てたピンは、今、完全に収納されてて、これね、結構用事とかじゃないと取れないんですけど、これがね、また細かい。この縦紙を一度、ここに、カチッと入れると突起が出ます。なのでこれをやってからだとこうね、指で立たせられると、この辺がもう本当に細かい。で、ピンが出たらここの穴とこういう風にはめられます。こうで、こう畳んで、このね、 C 字のところとこっち側に受けがあるので、ここがくっつきます。ここただね、両側にクリアパーツがあるので、まあ、無理やりやるとクリアパーツ、折れるかもしれないんで、気をつけてここを刺してください。よっと。こうね。で、この辺が細かいのが、まあ、キリンの通常の位置だと一応ここになるんですけど、この両側のヒンジでね、こう首が動くんですよ。だからこうね、前の方に向いたりもできると。細かい。で、このクリアパーツを広げて、で、あと角ね、角も立たせると。で、ここのクリアパーツはこっちに寝かせておきますよ。で、そうしたら前足の両側をこういう風に体にくっつけて、最後にこのパーツ、前のパーツ、ここもね、両側にくっつけるとこがあるんで、ここでしっかりくっつけて、で、あとは形を整えれば、よっと。これでね、前足こっちね。キリンが完成します。いや、素晴らしい、本当に。かっこいいし。あとね、一応口も開く。こうね。で、こういう風にね、動いたりもできるし、本当に。本当に造形も変形も素晴らしいフィギュア。いいです。もう最高ですね。さあ、あとね、MB14 のチャイニーズドラゴンと並べてみるとこんな感じ。もうこの統一感がたまらないですね。すごい。いやー、本当にね、ものすごくいいフィギュアだと思う。で、これだけね、造形が細かいのにちゃんとキューブ型に収まるし、また、この以前のチャイニーズドラゴンのこのね、統一感も本当に、まあ、前回のがこの緑で、今回のがこの濃い青。ちょっとね、動画で見ると結構明るい目に映ってますけど、結構濃いめの青でめちゃめちゃかっこいいし、その上にこの赤いクリアパーツがめっちゃ映えるんでね、もう素晴らしいです。もう本当に、まあ、ものすごくね、構造が複雑なので、パズル好きの方にも本当におすすめなフィギュアですね。
ということで今回52toys さんの MB22 キリン紹介しました。いや何度も言いますけど本当に最高です。素晴らしい。もうこの複雑な造形とね、さらにこれだけキリンとしてのフィギュアとしての完成度が高いのにしっかりキューブ型に収まるギミックも入ってるという、もう本当にすんごいですね。だからぜひね、坪島さんの YouTube も見てもらうとね、いろんな金属の小さい細かいね変形する加工物作ってるので、それもぜひねご覧ください。でこのキリンもぜひね、もう本当におすすめなんで、ぜひ今、渋谷のパルコで購入できますね。ぜひね行ってみてください。あで、あと渋谷のパルコビーストボックスシリーズのポップアップストアなんで、他にも限定品とかね新商品とかもいっぱい並んでるので、まあ行ってみると本当にものすごく楽しいです。要は全部のフィギュアがこのサイズのキューブに収まるギミックがあるので、それだけでも本当にパズル好きの人にもおすすめのフィギュアなんで、ぜひぜひこれは本当に何度も言いますけどめちゃめちゃおすすめです。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。